三六くんって二刀流でプレイしてるみたいだけど、武器を変える予定はないの？まあ今さらプレイスタイルを変えるのもね。じゃあ武器の見た目とかは？たまに変更してみると気分も上がりそうじゃない？今装備してるやつもかっこいいもんね。どこで手に入れてたのか気になっちゃうな。あ、ダメ？やっぱり教えてくれない感じ？ただでさえ目立つ見た目してるのに、そんな武器を装備したらさらに注目浴びちゃうね。君ならうまく使いこなしちゃうだろうから、余計に。バールで二刀流？そりゃまた新しいね。え、シド君に勧められたの？一体バールにどんな思い入れが？